皆さんおはようございます。ペン字満載の苦手さよならペン字の運動カンナやっていきたいと思います。今日は中学校で習う常用漢字ですね。趣味の種、趣ですね。説明をしていきます。まず中心を見てもらうと、この取るの耳というところの左側の縦線が中心線になります。なのでこの挿入音のここの部分を中心より少し手前で収めてもらうといいかなと思います。スリムに書いてもらいます。であとこの頭の高さですね、階段のようにどんどん下がっていきますね。はい、ここはすごいですね。はい、あとこの最後の払いの高さとここの高さの違いですね。それでは左から一画目からいきます。短い直線右上がりですね。で一度押さえてまっすぐで、ふっくら右上がりですね。で左の方を微妙に長くしてもらうとかっこよくなると思います。あとここ上もある程度長く書いた方がかっこよくなりますね。でこの挿入のこの横線2本の間、少し上の方ですけど、ここが避けポイントになりますね。ここに避けて耳の最初の字を書きますですかね。この土中心までいかないようにしてください。でこの上の土の縦線のラインと合わせて一度押さえて縦線ですね、合うように少しですね、短くでここなんとなく線引いておりますが、右上がりですね。右上がり、あまり上に行き過ぎないように、下にも行き過ぎないように真ん中あたりでいいと思います。で続いてこのの字ですね、できるだけくっつけて離すようにのの字書いてください。でここ、滑り台のように、何対何でしょうか、3対1に近いぐらいですね。斜めに行って途中で、平らに変えてください。で続いて取るという字の耳ですね。耳という字、ここ下がってるように思うんですけど、右上がりで高さとしては最終地点は同じような感じですね。到着地点は同じです。スタートだけ下に避けてる感じですね。右上がりで避けてるような感じで、ここできるだけ離れないように一度押さえて、ここが中心線ですね。右上がり一度押さえてまっすぐで短く幅を揃えて横線、右上がりで最後は少し角度をきつめにしてここはみ出してですかね。なのでここ少し控えめにして少し大人っぽく隙間を空けようとしてるので、こちらの方が少し右側長くですね。でもスリムに書かないとここはみ出てしまうので、できるだけスリムに書いてくださいね。で最後一度押さえてまっすぐで、ここできるだけ離れないようにしてください。挿入からここもここも離れないように。で最後ここですね、耳の 1,2,3 本目の横線ぐらいのところから右上がり上がって払う、まあ、ここはまあくっつけちゃってもいいと思います。でここは、普通の股だとこう払うと思うんですけど、払いと払いが重なるとあんまりかっこよくないので、上は押さえた方がいいと思います。押さえで、まあ、足の位置は同じような感じになるか、挿入の方が少し長くなるかぐらいです。だいぶ似てるような長さですですかね。できるだけ挿入の中にこの字を収めてくださいね。はい、それでは、直線右上がり、そして押さえてまっすぐ、ふっくら右上がり、そして押さえてグッと、そして押さえて離れる。で3対1ぐらいでしょうか。途中で、角度を平らにしてください。でここですね、この挿入の上の2本の間ぐらいから右上がり一度押さえてまっすぐで、これがだいたい中心線ぐらいになります。で幅を揃えて右上がり右
上がり、ちょっときつめの右上がりではみ出してですね、で一度押さえてまっすぐ下つくかつかないかぐらい電車通ります。で次は、上から 1,2,3 本目ぐらいのところ右上がり払う押さえると、こんな感じですね。だいぶ頭の高さが違いますね。もう一度いきます。直線右上がり、一度押さえてまっすぐ、直線右上がり、ふっくら右上がり、一度押さえてまっすぐ。あれテレビついちゃった。一度押さえて、失礼しました、テレビがついちゃいました。のの字で、ここ滑り台のように3対1で、ここ挿尿の上の2本の間ぐらいですね、少し上の方、右上がり、一度押さえて、でここが中心線で、幅を揃えて右上がり、右上がり、左側はみ出してちょっときつめの右上がり、一度押さえて、できるだけ離れないように、ちょっとここ長すぎたかもしれないですけど、でも離れるよりはいいかなと思います。で上から 1,2,3 本目ぐらい右上がり払う押さえると、こんな感じですね。真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。